お前誰だ？うわ、怖いぐらいにやどかにが。欲しいのか？え、でもあげないぞ。これは俺が見つけたんだからな。見ろ、これは磯横バサミといって普通のヤドカリじゃないんだぞ。まずはこのハサミ、そのあたりにいる普通のやつらとは違ってハサミにトゲトゲが生えててかっこいい。さらによく見ると細かく毛も生えてて、あ、はあ、何すんだよ。海に返してあげようよ、かわいそうだよ。ヤドカニ、ヤドカニ、うん、ヤドカニじゃなくてヤドカニだろ。はあ、どっちでもいいじゃないの。よくねえよ、ヤドカニはカニと違うんだからな。いいか、さあ今のうちに海にお帰り。またか、こら待て。わかったよ、一匹あるからあっちに行ってくれ。すぐ、ああ頭の上でヤドカニが。よかったな。お引っ越し終わったよ。俺の部屋はベランダがある方の部屋だよ。あとお隣のお家に。おお、聞いてるの？うん、パンツ見えてるぞ。おやすみ。ことでございますな。うむ、しからば殿ご命令を。斬首だ。誰を切りましょう。そのあたりのものでも切っておけ。はっ。どうして起こしてくんないんだよ。何度も起こしたよ。珍しくテスト勉強か。ああ、そんなとこ。あれ、今日ってお兄ちゃんの番じゃなかった？俺の番？うん、俺の番だ。ねえ、先に出よう。テスト遅れちゃダメだよ。ナナミ、ナナミ、
ら起きろナナミ。揺れてる。揺れてるじゃない、パンツ見えてんぞ、起きろ。あれケンちゃん、おはよう。おはようじゃなくて、パジャマが、ああ大変なことに。うわ危ないって。何が？ほら、遅刻するぞ。あ、そうだね。今日から期末テストだからな。急ぐぞ。早めに行ってノートを見直したいし。まあ、テストが終われば夏休みだから、もう少しの辛抱だな。うっせって何やってんだよ。してください。これも貸しだぞ。うん、うん、どう、ドタドタうるさいわよ。なんでもない。お母さんこそその格好は何よ。まあまあ誰が見ているわけでもないし。だけど、ケンちゃん、うってヘビ。ここまで来れば間に合うな。あ、ちょっと待って。よっしゃ。夏だな。今度は何をやってるんですか。こっち来いよ。すぐらない。ああ、たぶん。たぶんって何よ。おい、七海先生。何よ。人質がどうなってもいいのか。人質？二人ともおはよう。大先輩、おはようございます。先輩、朝から何やってんですか。何ってお掃除を。
お掃除って？どうも気になっちゃって。今日から期末テストですよ。うん、分かってるんだけど、こういうのは気づいた時にやらないと。じゃあ先輩、俺たちはこれで。うん、失礼します。ナナミ、急ぐぞ。うん、廊下は走らない。おっと、どんな調子だった？いつも通りだよ。あたのは？補修だけは勘弁だな。まったくだ。期末テストが終われば夏休みか。ああ、夏休みだ。ケンちゃん、帰ろう。おう。じゃあな、ケンジ。ああ。だ。奥さんによろしく。黙れ。腹減ったな。うん、お昼どうしようか。ちなみに今日のおすすめは？ミートソースだったと思う。いいね。じゃあナナミんちの売り上げに貢献しますか。いらっしゃい。おかえり。こんにちは。ただいま。今日も暑かった？うん、ちょっと大変かも。冷たいもの用意するわね。あ、私が。じゃ。ごちそうさまでした。どうだった？うまかった。特に野菜が。それこの前一緒に撮ったのだよ。ああ、あの時の。ナス、今年は水ナスが豊作かも。ありがとうございました。はい、お母さん。ナナミ、悪いんだけど水ナスと枝豆を取ってきてくれる？あ、うん。あとはかぼちゃとトウモロコシも。かぼちゃは重いかも。俺も一緒に行くよ。本当？うん。いつも悪いわね、友坂くん。あ、そうだ、畑のリヤカー使っていいわよ。うちにあるの？お隣の畑の人が使っていいですよって。ギギ。これで楽になるね。うん。申し訳ないんですが、リヤカーはちょっと。あら、リヤカー便利だよ。俺が持つからさ、リヤカーはな。便利なのに。それより早く行こうぜ。あ、ケンちゃん待って。ナナミ。え、何？忘れ物。手に。あらあら。今日も暑いね。
この辺どうだ？もうちょっとかな。じゃあこっちは？そっちはいいかも。じゃあこっちは？うん、OK だよ。じゃあケンちゃんお願いね。ああ。スイカってもういい頃じゃないか。いいけど持って帰るの重いよ。そうだな。リヤカー使う？便利なのにな。水が気持ちいいよ。お前も食えよ。うん、ありがとう。はあ、このスイカは。どうした？せっかく育てたナナミスペシャルなのに。ナナミスペシャル？もうどうして食べちゃうのよ。はって、このスイカがナナミスペシャルだという証拠はどこかね。はい。は。もしかしたら普通のスイカかもしれないのではないかに。証拠はどこかね、ナナミくん。それだったらここに。ああ。それに、ほら。子供か、お前は。ああ、一味違うな。これも貸しだからね。ああ、わかってる。これも貸しな。うん。うん、貸しだよ。うん。うん。ん？どうしたの？いや、なんでもない。うん。ああ、わ、私の分だよ。何物書きが。もう、ケンちゃん。もう、だから。今日はありがとね、ケンちゃん。の、じゃな。ナナミ、明日はお前の番だからな。そうだったね。俺は簡単には起きないぜ。分かってんな。もう変な脅しかけないでよ。じゃあ今度こそまた明日な。うん、おやすみ。
鈴鹿ちゃん、おはよう。ななみお姉ちゃん、おはよう。ケンちゃん、起きてる？やだな、お兄ちゃんが自分で起きるわけないよ。そうだよね、聞いてみただけ。あ、もうこんな時間、急がないと。次回ラムネ、夏の畑とななみスペシャル。ケンちゃん、朝だよ。